はい、こんにちは。ドラッカーコンサルタントの村瀬康介です。今回はですね、ドラッカー流人材育成、私の書籍ドラッカーを教えてくれる人を生かす系7つの原則の第1の原則、マーケティング顧客に向けて顧客志向の原則というんですけどね、顧客に向けての価値をいかに企業が高めていくか、それの原則でですね、コラボレーションするといったことについてお話をさせていただきます。コラボレーションというのは、協業のことですね。いろんな企業と組んでお客様に価値を上げていくってことなんです。これ何かと言いますとですね、今の時代というのは、いろんなもう業種が、いろんなサービスの業種、いろんなメーカーの業種、いろいろ溢れている中で、独立したい1個だけの企業が提供するようなサービスってものはピーター・ドラッカーはないって言うんです。何かと言いますと、1社だけでも対応できないって言ってるんです。お客さんの要望にですね、相当な大企業なら別ですけれども、特に中堅中小企業様でしたら、1社だけでしたら、もうここからここまでがうちですよっていうのだと、お客様不便になって仕方がないっていうんですね。何かともうちょっと言いますとですね、これから生き残る業種は実はこういうふうに言われてます。インターネット業界とコンビニだけだって言われてるんです。例えばアマゾンという会社ありますね。昔例えば本だけでしたけれども、今車だったり、あらゆる家電製品だったり、私なんかもシャンプーなんかも全て買ったりするんですよね。もう全てそこで揃う、すごく便利ですよね。アマゾンって、これ別にアマゾンが全部持ってるわけでなく、アマゾンという媒体を通じて全てのメーカー他とつながっているので、その小売さん、コンビニもそうですよね。全てそこで揃っていく。そこで保険の支払いもできたり、新聞の支払いもできたり、だからサービス、もうサービス業、全てのものがサービス業なんですね。お客様から見た時にですね、その時に大事なのはですね、ドラッカーは孤立は死を意味するというんです。例えば私の事例でお話しましょう。分かりやすいと思いますので、私はドラッカー専門の一応コンサルタントです。ドラッカーのこの人を生かす7つの原則を使ってですね、マーケティングとかイノベーション、マネジメント、リーダーシップ、また、ミッションですとかね、経営幹部の研修、管理職、またマネージャー、コンサルティングなどをやっております。でですね、私というコンサルタントで皆さんがお仕事を依頼した場合に、 あいつはドラッカーのコンサルタントか、じゃあなんかその経理とか財務のこととか、なんかそういったものをあいつに聞いてももしかしたら答えられないのかなとかですね、あいつにちょっとこういう仕事仲間紹介してもらいたいけど、あいつにはこれわからないなってなった時には、じゃあドラッカーの時だけちょっととりあえず連絡しようってなってしまうんですよね。これはお客様がいましてね、これお客様がいまして私がいまして、私からすると、私はこれドラッカー専門のコンサルタントで、確かにそうなんですね、ドラッカーのマネジメントをやってるんですけど、お客様からするとここしか対応できないのは不便でもう仕方がないってなってるんです。で、お客様から見るのがこれマーケティング顧客志向って言うんですね。お客様から見た時に私は何であればいいかと言いますとね、私はお客様にとってのこれコラボレーションで目指すべきなのは何でも屋さんです。何でも屋さんです。何でも相談できる人。そうなると、例えばいい税理士さん紹介してくれないって言った時も、とりあえず村瀬さんに聞けば、じゃあ私は税理士さんとコラボレーションしてましたらね、こういう人いますよって紹介できたりします。例えば後継者のいいお嫁さん紹介してくれないって言った場合に、私がそういうところとコラボレーションしたらこういうことも紹介できますよってなると、お客さんから見た時にこのファーストコールのカンパニーになれるんですよね。ファーストコール、本当これ役立ちが増えて、とりあえず村瀬さんを通そう、とりあえずあの人を通そうとなると、お客様に役立ちが増えるというのは、例えばここで私はもらわないですけど、人によって紹介料をいただいたり、例えば私が貢献できる部分と合わせて、ここも税理士さんの部分ですとか、例えば人の紹介、コラボレーもっと言うとコラボレーション仲間の企業の協業仲間も紹介できるということで、お客様に対しての価値がどん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 上がっていくんですよね。お客様から利用価値が上がるというのは、よりお客様に選ばれる会社になるということです。もっと言うと、この今のサービスが多様化している社会では、一社だけでお客様に対応することは不可能です。ですので、自社は自社と組んで、よりお客様に価値が上げられる業種というのをぜひ探して、コラボレーションを、協業体制を組む必要があるということなんですね。もう一個メリットがあります。コラボレーションすると、自分が得意なところにこれ集中できるんですね。自分の本当の強みに、あとはこの協業と組めばいいですからね。私でしたらこのドラッカーというものに集中できます。そうするとお客様への価値がより高まるんですね。コラボレーションというのは、自分で苦手な部分を他の企業に担当していただいて、お客さんの価値は上がりますし、自分の強みは本当に高まるので、お客さんにとっての本当にメリットが上がる。よろしいでしょうか。
この、サービスが多様化している時代では一社だけで対応すること、自社だけの技術で対応することはもう不可能な時代になりました。ですので協業して自社の強みは強みでより高めて、お客様からファーストコールカンパニーとして一社です全て私のところまず聞いてくださいという体制ができたとしたら、お客様と一体化せよとドラッグが言うんですけど、お客様との密着度はより高まります。その企業はより高まって生き残っていくということになるんですね。これこそまさにコンビニでありアマゾンのこのインターネットの戦略なんですね。ですのでこれ全ての業界について言います。一社だけの技術でなく、これから生き残るのはコンビニとアマゾン、コンビニとネット業界だけだと言われているように、お客様にとってコラボレーションしていかに価値を高めていくか、ぜひ考えられてみてください。この協業コラボレーションという概念は、これ非常に今後のビジネスにおいて、サービス多様化するビジネスにおいて大切な考えになります。私のドラッカーを教えてくれる人を生かす7つの原則の研修、コンサルティングなんかでも徹底的にこれ考えていただく部分になります。また私とコラボレーションしたいとかですね、こういう部分で一緒に経営者さんに、税理士さん、会計さんというコラボレーションさせていただくんですけどね、方がおられましたらお気軽にまたご相談いただければと思います。また企業研修、コンサルティングのお問い合わせもどしどし受け付けております。本日はご視聴どうもありがとうございました。